はい、また始まりましたね、スマイリーラジオ、今回も、まあ、AI と会話していこうかなと、まあ、車の話ですね、やっていこうかなと、思いますね。まあ、今回は FF のデフ車について話していこうかな、まあ、デフ車 LSD ですね、 FF の LSD 車、それを話していこうかなと。で、まあ、FF でこう走りを追求していくと、必ずと言っていいほどこうぶち当たる壁というのは、アンダーステアですね、うん、まあ言うてもやっぱ FF ってやっぱフロントタイヤで全てを担ってますんで、どうしてもそのコーナーを早く走ろうとすればするほど立ち上がりがアンダーと。だから FF のラリー車なんか見てるとね、手前でパキーンってサイドで向き変えるんだけども、立ち上がりは変えちゃうっていうかね。まあラリー車はね LSD 入ってるからあれですけども、じゃあ逆にこのオープンデフですね、オープンデフの FF の場合はどうなのかと、そこをですね AI と話していきたいと思います。話は急ハンドル過ぎてアンダー出してるのオンドレやって。はい、じゃあ行きましょうか、はい、FF 車の LSD についてお話しましょうと。なんでオープンデフやなかったのかいと。まあ取っかかりはこの LSD から始まってるんで、この後オープンデフの方に話がつながっていきます。はい、FF 車の LSD についてお話しましょう。まあ、相変わらずのオウム返しですね。で、まあ、ここで FF についてこう、ざっと説明してくれましたんで、まあ、そうですね、と。ここからはちょっと自分の持論で話していきます。駆動方式によって、LSD による挙動の違いはあるものの、内輪の空転を抑えて、縦のトラクションを稼ぐという意味においては、どの駆動方式でも共通の理屈かなと思います。だからこれに関しては、AI も、まあ、同調してくれたという感じですね。そもそも FF は、止まる、曲がる、加速するの3原則を、ほぼフロントタイヤでこなしている駆動方式ですよねと。まあこれに関してもオウム返しと。では FF のリアは引きずられてるだけとはよく言われますけども、リアあってこそのフロント。だから FF にとってリアタイヤというのはある意味で生命線だっていうことですね。まあそれでもやっぱり FF っていうのはフロントがまずメインで動いてますんで、だからこのフロントとリアのバランスを取りながらアンダーもオーバーも出ないセッティングって、これが難しい。なかなか表現難しいですけども、リアがフロントの足を引っ張らないようなセッティングってことですね。まあ、それに対する AI の答えは、そういう場合にこそこの LSD っていうものはすごく役に立つっていうことでしたね。ではここからが本題なんですけども、ただでさえそのフロントタイヤっていうのは仕事がやることが多いわけですよね、三原則で。そこに LSD という新たな要素を追加するということは、止まる、曲がる、加速するの間に蹴り出すっていう仕事を増やしているような、なんかこういうイメージがある。まあ、それに対する AI の答えっていうのも、やはりその LSD によってフロントタイヤにはより多くの負荷がかかるので、適切な、まあ、そのトルク配分、まあ、イニシャルトルクのことだと思うんですけども、適切なトルクにする必要があるという答えですね。だからよくね、 FF のデフ車ってそのコーナーもアホみたいに速いのにタイヤの熱だれも速いっていうのはまさにこのパターンですよね。では、あのバッキバキのデフ入った FF を運転したことある人だったらわかるかもしれませんけども、トルクステアやばいですよね。あのコーナーでこうステアに切ってアクセラ切っていくと、そっちの方にグワーってハンドル持っていかれるっていう。まあ無論タイヤは消しゴムになると。だからよくあの会社で仕事頑張ってると、上司から仕事いろいろ丸投げされて、もう最初は全部こなしてんだけど、ある日キャパオーバーで発狂するみたいな。あの匠とバトルした二宮大輝が途中でタイヤ食わなくなってきて、匠から あいつタイヤ垂れてんな思われて、いや垂れてたって俺が百戦錬磨だみたいなこと言ってて、いや垂れてますからみたいな。まあ AI が言うように、まあそういうセッティングも大事ですけども、タイヤ選び、あと適切な運転技術が必要だ。要はそのタイヤマネージメントってですね。まあ本来はその内輪の空転を抑えるのが LSD の役目なんだけども、もうタイヤが垂れちゃってるから、もう外側も内側も両方空転して、でアンダーになるっていう。でそれを解消するためにフロントタイヤ太くしたりなんかするんだけども、やっぱり FF には変わりないんで、もうその同じ無限ループですよね。まあ見方を変えれば、その LSD っていうのはタイヤのグリップありきの LSD っていうことなんで、ある意味オープンデフよりもタイヤ選びはかなり限られてくるってことですね。まあね、さっき運転技術の話出ましたけども、そのフロントタイヤの垂れを少しでも抑えるためにね、その運転技術、まあ、リアタイヤの使い方だったりだとか、そのトラクションを稼げるようなセッティングを見つけるとか、そういう観点から見るとこのオープンデフっていうものはすごくいい素材なんじゃないかなと思うわけですよね。あとやっぱりオープンデフはメンテナンスが楽っていうのも、まあそこもメリットですよね。そんでもやっぱりたまにそういう機械式であれ純正であれ、そういう LSD 入ってる FF 乗るとやっぱり楽だなと思いますもんね。なんかオープンデフで頑張ってるのバカらしくなってきますもんね。
まあ、オープンデフはオープンデフでね、いろいろ工夫をしながら走れば、まあデフシャギは及ばないものの、そこそこいいところまではいけるんじゃないかなとは思いますけどもね。まあ、最後におすすめの FF 車はありますかと聞いてみたらですね、シビック SI、GR ヤリス、多分これ FF の方かな、 RS ってやつかな、あとはゴルフ GTI、 ルノーメガーヌ RS とか、こういったものをおすすめされましたね。まあ、いずれにしてもですね、まあ、結局はその人の好みだったりするんで、自分のライフスタイルに合わせた車を選んでくださいというのが AI の答えでした。勝手になさいと。はい、オチがついたところでまた次回。